ヤマどうもひろきです。もうこれを見たらお分かりですね。そう、今日はバイオハザード4アフターライフイン 3D を紹介します。はい、というわけでバイオハザードシリーズも今日で最後になりました。バイオハザード4アフターライフイン 3D です。これは2010年に、公開された映画です。そして今回監督がですね、ポール W.S. アンダーソンが帰ってきました。第1作目の監督ですね。1作目、2作目、3作目、今回と、制作、脚本はずっとやっていたのですが、監督としては、1作目から飛んで今回また戻ってきました。アリス役がいつもと変わらずミラ・ジョボビッチ、クレア・レッドフィールド役がアリ・ラーター、そしてクリス・レッドフィールド、クレアのお兄さんですね、はウェントワース・ミラーが演じています。プリズンブレイクの彼です。はい、ストーリーなんですけども、新たな物語は東京から始まった、そうなんです。初っ端東京の渋谷からスタートです。ウイルスによって破壊された世界でゾンビたちの犠牲者は数を増すばかり。アリスは生存者を探しながら安全な場所へと皆を避難させることに奔走していた。アンブレラ社とアリスの戦いは新たなステージを迎えていた。そんな中、アリスの旧友が現れる。ゾンビたちから逃れ、新しい安息の地、ロサンゼルスへと向かうが、そこは安息の地ではなく、おびただしい数のゾンビたちがはびこる死の街と化していた。アリスたちはこうして罠へと足を踏み入れていく。はい、今回のバイオハザード4なんですけど、今の説明でもう十分足りています。もうそのまんまです。本当に難しいことは何もないです。ただ、最初が東京スタート、これ結構暑いですね、日本に住んでいる僕たちとしては。そして日本からロサンゼルスへ舞台が移り、さらにという感じです。本当にもう4では地球はもう終わってます。完全に終わってます。今回のバイオハザード4アフターライフの見どころなんですけども、やはりシリーズ1、2、3、4となっていくごとにクリーチャーが進化しています。これは結構見どころです。そして結構 3D でも当たり外れは多いんですけども、このバイオハザード4の 3D は結構当たりの部類だと思います。ブルーレイの 3D で一番良かったなと個人的に思うのは、トランスフォーマー第3弾ですね、ダークサイドムーンはかなり 3D 映画としては最高だと思います。他にも 3D 映画はたくさんありますが、そこまですごいのかなと言われたら微妙なところだと正直思います。それだったら下手に実写映画見るよりかは 3D の、アニメ映画の 3D を見た方が断然 3D は楽しめると思います。はい、というわけで今回バイオハザード4アフターライフイン 3D を、紹介しました。かなりアクション要素が強いです。内容よりかも、そっちがアクション系が好きな人はぜひ、チェックしてみてください。というわけでひろきでした。バイバイ。あ、バイバイじゃねえや。じゃあ